どうもポトフです。なんか昨日アンカーおかしかったですよね。ですよねって、私だけじゃなくてどうもシンジさんもおかしかったみたいなんで、まあ、なんかアンカーとしておかしかったのかな。なんか昨日曲をね紹介して、まあ曲を選んでポンとこうプラスを押してパブリッシュドってなったんですけど、なんか出てこないんですよ。ただパブリッシュドになってシェアみたいな感じが出てきたので、その URL をクリックするとなんかウェブでは聞けたっぽい感じ。ただその反映されなかったんで、あれおかしいなって何回か同じ曲を連続でねやっちゃって、まあそれでも全然出てこなくって、アプリを再起動したり iPhone 自体を再起動したけど全然出てこなくって、おかしいなぁと。で、ウェブで聞いてみたら同じ曲が4曲続けて流れたんだけど、その削除することもできず、その自分のホームじゃないや、自分のプロフィールのところか、なんか流したセグメントを見るところからも出てこないんで、削除もできなくて、なんだろう俺と思って、でなんかおかしいなと思ったら、シンジさんもおかしいみたいな感じだったんで、ああ俺しょうがないかと思って放っておいたら、知らないうちに公開されていて、同じ曲が4曲流れてましたね。それでようやく削除できましたけど、ね、まあしょうがないですね。はい。今日なんか忙しかったですね。今日金曜日ですよね。なんか新規の仕事の問い合わせもあり、新しく決まった仕事もあり、ちょっと年末に向かってね、ちょっとやばい感じ。全然プライベートでやりたいことができない。しかも今度もうすぐね、アップルの発表があるでしょ。それがあるとね、またちょっと忙しくなるんですよ。ちょっと今、もうすでにキャパオーバーですね、完全に。どうしようっていう感じでございます。はい。ということでですね、明日、まあ土曜日で、会社自体は休みなんですが、お客さんからですね、まあ見積もりを出していたお客さんからですね、明日打ち合わせに来れませんか、来てくれたら発注しますと言われましてですね、そしたら行きますよね。ということで明日朝一で打ち合わせに行き、その後、まあこれも仕事絡みなんだけど、お客さんがやるイベントを見に行こうかなと思ってまして、まあちょっとイベントそんなにかっちり仕事で行かなくてもいいので、別にそこのイベントには絡んでなくって、うちは他のとこで絡んでるんで、まあちょっと様子を見に行くぐらいなので、まあちょっと息子を連れて行こうかなと思ってましてですね、一回家に帰っていくんですけど、明日その朝一の打ち合わせのところと我が家は結構離れているのでですね、結構明日ハードになっちゃったかなと思ったりしております。まあまあ仕事になるんならいいかと。まあただすでに仕事キャパオーバーなので、そんな頑張る必要もないっちゃないんですけど、まあまあ仕事を取ってこようかなと思ったりしております。はい。で実はね、その次日曜日ちょっとレゴランドに行けるかなという感じです。ということで、ポトフでした。じゃあねー。